今日はですね、ここ最近この炎天下の中でも非常によく釣れてる、イモグラブ、カバーゲームですね、カバー打ち、やってみたいと思います。カバーゲームすごい今釣れてるんですけども、思ったより何でもないとこ投げて悩んでる方すごく多いので、今日 YouTube でねちょっと紹介できたらなと思ってます。タックルの方なんですけども、3パワー以上の、ミディアムライト以上の、ロット、重さで言うとこんなもんだったかなね、以上のタックル、ヘビーならヘビーなほど安心できるんで、もう本当にカバー打ち用のガッチガチの竿でも構わないんですけども、別にそれを持ってなくても意外と手軽にできるカバー打ち、やってみたいと思います。やったことない方はぜひ、夏のこの炎天下のかくれんぼでね、非常によく釣れますので、楽しんでもらえたらと思います。では実調の方へ。はい、じゃあ実調の方入ります。今うちのエリアですね、池見てもらうと分かるんですけども、非常に多くの、カバーがね、存在してます。一番やりやすいのは足ですかね。じゃあ足からちょっと攻めてみたいと思います。とにかくね、焦らずに突っ込んでほぐしてください。というのはちょっと見てみます。今の際にね、緩めていってあげて、そこから引っ掛けて、障害物の際でね、ちょこっと引っ掛けて、乗り越えたら、あと落とす。障害物に対して、どんどん乗り越えて、落として、乗り越えて、落とす。でもカバー越えたら取っちゃってまた引き直す。この奥まで引き直して。やばい、2投目で釣れちゃって。ジェンジェジェーン。遠いカバーの中から出てきました、バッシャン。これ今炎天下の2時ですからね。2時に、イモグラブ普通に来てくれます。ありがとう。今度はちょっと可愛いですけどね。またカバンの中入ってました。しっかりフッキングしてます。ちゃんと分かって合わせるとね、こういうとこいいとこにかかるんですけどね。これね、分からないと遅れて飲み込んじゃって、どうですかカバーゲーム、かなり面白いですよ。午後2時で釣れちゃいます。はい、じゃあ次足じゃないシチュエーションのとこちょっとやってみましょうか。じゃあ行きます。じゃあ次、ホテイアオイで、ホテイアオイは意外と根っこが下にいっぱい生えてて落っこちない場合が多いんですよ。その場所落っこってくれると待ってましたって食ってくれるのが多いので、できるだけ伸びてる横のホテイソウに引っ掛けてあげるように攻めてあげると、やっぱりやってみます。
りました。今ね、やっぱり端っこのいいところに入りました、出ましたみたいな感じになったと思うんですけども、やっぱり隠れてるのが暑くなればなるほどカバーの中隠れてくれますので、なったり、他を探すよりも集中してる数がいっぱいいる。その分影の中を狙えば狙うほどいっぱい釣れる。迷わずに釣る。隠れてるのは影だと思って攻めてあげると本当にいい反応してくれる。もう一回固定いきましょう。ここで釣れちゃうとなんかやらせみたいな。わざとね、固定と引っ掛けてあげて食べてみて。2頭で2匹出ました。こんなペースで釣っていいよって言われたら釣れちゃいます。本当に今めっちゃくちゃカバーゲーム楽しんで遊んでもらえたらと思います。そんな感じでですね、うちの長池の、カバーゲーム、面白く遊べると思います。で今回使ったのがね、イモンの、60、これに、30のオフセットフックでやったんですけども、60に自信がない、こんなに大きいのだとちょっと自信がないなっていう方、あとはスピニングなんかでね、ちょっと4ポンド6ポンドぐらいでやる方は逆にこっちの40、これね比べてみると分かるんですけども、こんだけ大きさ変わります。でこれでも十分今カバー打ち釣れてますんでね、やっぱ60もすごい面白いんですけども、スピニングだとちょっと厳しいなっていう方には40をおすすめします。で最後にですね、この意外とみんな知ってそうで知らない方が、ね、多かったんで、このオフセットフックのフックのセットの仕方、これちょこっとやりたいと思います。ですじゃあまず上から5ミリぐらいまっすぐ刺します。そしたらこれを真横に抜いてあげて直角にね抜いてください。でそれをズル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 って持ってきて、ここで回してねじりながら引っ張ってあげるとここが引っかかります。で次は本体です。こういう風にセットになるようになるんで、ここを突き抜ける形になるんですけども、ここから刺さってくるんで、そこの刺さる始まりの場所をビュッて曲げちゃいましょう、ね、ちょっと僕やりづらいんでこっちからやりますね。はい、この刺さる一番始まりのところよく覚えておきまして、そこを一番先端になるようにします。でそしたらそれを上から突き抜けるように差し込んであげる。抜けちゃうのが基本ですよ。でこっから戻してあげると、ほらまっすぐ、ね、でこれだけだとやっぱ引っかかってしまうので、これのゴムを引っ張ってあげて頭を隠してあげる。これでセットは完了。これ1個あればうちのエリアどこでも突っ込めますんで、まあ、ぜひぜひ楽しんでいただけたらと思います。でまたやり方とかはですね、うちのスタッフ全然応援いたします。アドバイスの方もさせていただきますので、ぜひこの日中のですね、すごい釣れるカバーゲーム楽しんでください。ではでは。釣れますよ。